ああ、そうか。うん、響きは大丈夫なものですか？大丈夫です。もう、とも、やったことねえ、やったことねえ。この人、遠慮せんとやってね。あ、そうですか。どんだけきつしてね。あんなもん、この先生になるとんじゃでも。どんどんきつにやって。これどうです、大丈夫。貧血寸前までやってみよう。心配せんけど。これだいぶね、弱宅をこういう軽い形でね、やりますね。これ慣れるまでがねちょっとあれなんですよ。どうしても深く入っちゃうんで、今どうですか、西遊さんとか。ちょっと軽いかなって感じね。もうちょっと引っ張りましょう。患者にも説明しやすいよね。だから、患者の変化っていうのは、だから本当に慣れてもらわないと、これ自体はね、普通の針と全然違いますんでね。これでちょっといいと思います。はい、ちょっとこっちね。あ、ちょっと待ってください。こっちバランス取る。でもそんなに痛くないですよね。大丈夫ね。先生、弱宅のやつと速いやつの違いってどんな感じ？ゆっくりだと響きやすいですよ。響きやすい。はいはい、出てください。次の人、新しい方も。昭和の生まれはね、これも全部です。これもいいですよ。はいはい、次の人。